愛さんご機嫌だね。わかるか？そんなにニコニコしてたらさすがにね。いいじゃん。いい陽気のお休みに彼氏とポカポカお散歩デート、こういう何気ない幸せってやつ、私結構好きだぜ。気持ちはわかるけどね。でも浮かれすぎじゃない？もうちょっと大人にならなきゃ。何せ今日は愛さんがまた一つ大人になった日なんだから。誕生日おめでとう、愛さん。うん。にしても面白いよね、3月31日が誕生日なんて。あの姉御肌で知られた番長さんが実は学年で一番年下なんだから。誕生日としちゃ微妙な日付とは思うけどな。でも意外と利点多いんだぜ。毎年宿題のない春休みのど真ん中にこの日が来るわけだし。そういう意味だと一年でもあんまりないくらいベストな日かもね。プラスあとちょっと遅れて生まれてたら、ヒロシと学年が違っちゃってたからな。その意味でもいい日だ。それもそっか。それで今日のデートはお任せでよかったよな。うん。と言っても特に予定はないけどさ、お花見できそうなとこいくつか調べたから、ゆっくりできるとこ探そう。あ、あと早速だけど、そこの公園いい感じに桜が咲いてるはずなんだ。へー、こんなとこに公園あったんだ。路地と坂の関係で分かりにくいんだよね。だからこそ穴場なんだ。お、ほんとだ、桜も綺麗だし、お客も少なくて。やっぱ花見の酒はうまいわ。ほれほれ、よいちゃん、器が空よ。はいはい、すぐお次しますから暴れないで。うん、いい子に育ったわね、よいちゃんは。いいお尻にも育ってし。あ、変なとこ触らないでください。ごめん愛さん、俺ちょっと用事ができた。うん、私は長谷先生が今何してるかなんて見てないから、止めてくるといい。ありがとう。いやでもこのお尻本当に触り心地いいわね。何やってんだ母さん。あら愛。お、ヒーロー、いいとこに来たわ。近いよれ。ヒロ君、本当にいいところに、助けて。姉ちゃん、朝からいないとは思ってたけど何してるの？なんかね、よいちゃんち行ったらお惣菜いっぱい余ってるって言うから、処分を兼ねてお花見しようって。いやー、春と桜と美味しいお酒は人生のオアシスよね。そこまでは見ればわかる。よい子さんのお尻を揉むのをやめなさい。け、助かった。母さんも見ず知らずの人のお尻を揉むのはやめなさい。見ず知らずじゃないわよ、この子うちの情報網にかかってた湘南ベイビーとかいう。あ、どっちにしろ揉まないでください。それで二人は、アイ、今日はずっとヒロシ君と過ごすって言ってなかったっけ？過ごしてる最中だよ。心地よく過ごしてたら母親の不埒な悪行三昧が見えたから飛んできたんだよ。姉ちゃんも酔っ払うなら家の中だけにして。いいじゃん、お花見日和なんだから。ちょうどいいからヒロたちも食べてったら。高校特製のお惣菜尽くし、どれも絶品よ。でも俺たち今。ああ、ヒロシ、どうせお花見の予定だしここでよくないか。母さん見張ってないと何するか。ん、愛さんがいいなら俺としても良い子さんが心配だし。うー、ごめんなさい、私にサエ子さんを制御するのは無理。あら、誕生日のお邪魔になっちゃったかしら。いいよ別に。その唐揚げ食っていい？どうぞ。期限が近い材料の整理も兼ねてるからガンガン食べて。ああ、残り物の整理だったんだ。え、じゃあ私が来ても全然問題はないわけだ。マキさん。ああ来た。別にいいけど今日だけよ。いつもは店に来てもご馳走しないからね。レイ！ん？あの子どっかで見たような。気のせいかな。星越えまで来たのかよ。ういっす。あれ、辻堂、なんかちょっとおめかししてね。うん、いや実は
カクカクシカジカでして。誕生日？マジかよ。おめでとう。うん、どうも。大変だ。なんかプレゼントあげないと。いらねえよ。お前には期待してねえよ。マキって意外とこういうの素直に祝うわよね。マキさんは人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことのできる人だよ。あとは人の常識さえ分かってあげればいいのに。よし、そこに落ちてた桜の枝をやろう。ああ、まあゴミ渡されるよりマシか。入手ルートは一緒だけど。私はどうしようかしら。いらないって。あ、そうだ、この飯もらうからさ。それってことで。どう？じゃあ改めてハッピーバースデー。どうも。そうだ、せっかくのお祝いなんだからあいつも呼んでこよう。あいつ？当たり寄せちゃうバッグ。私のカバンなんだけど。出て。片瀬さんが出てきた。なになに、ここどこ？くらこしごえ、何したのよあんた。取り寄せ成功。お前ちょいちょい物理法則破ってるけど、そろそろ魔法の域に達してきたな。さすがに種のある手品だよ。カバンを探ると見せかけて、次元を突破するスピードでさらってきたんだ。魔法よりすごいじゃない。本当に何なの。ちょっともう悪いな、レンナ。実は腰越えが私のために。あら辻堂、あ、今日誕生日よね。おめでとう。あれ、知ってんの？敵の一時情報は抑えてるわよ。珍しい日にちだからインパクトもあるし。片瀬さんはほんと真面目な不良だよね。ちなみに私、あさっての4月2日生まれなのよね。へえ、じゃあ1年のうち363日は私とレンナって同い年なんだ。そういうこと。とてもそうは見えないね。ああ、ごめんごめん。もういいわ。改めておめでとう辻堂。今日だけは敵味方関係なくお祝い申し上げとくわ。おめでとう。おなんか意外な流れで三大天が揃っちゃったけど、今日は平和に過ごせそうだね。ああ、そうだ、マキさんたちに先越されちゃったけど、アイさん、俺からもプレゼントがあるんだ。受け取ってくれる？ん？もちろん。じゃあ、これ。うわ、指輪とはまた直球ど真ん中だな、おい。安物だけどね。お高いのはまた次に、ということで。さらっと次には、一番大事な指輪を渡す宣言もしてるわね。痛い痛い、最後で滑らないで。さあ、アイさん、手を出して。おう。辻堂、顔真っ赤。珍しい。うるせえな。あ、サイズぴったり。よかった。あれ、私測ったことないよな。よくわかったな、私のサイズ。ちょっと、魔法を使ってね。魔法って。それは内緒。なんだよ、教えろよ。大したことじゃないよ。助立ちをお願いしたの。ヒロシ君、例の指輪。もうあげたみたいね。サイズはどうだった？はい、ぴったりです。ありがとうございました。母さんか、いつの間に。まあいいや。ありがとう、ヒロシ。母さん、すごく嬉しい。うん、今日は最高の誕生日だよ。第2話、4月はの季節。それでは、うい。うい。ウィス。第10回江ノ島どうしてこうなった会議を始めます。わー、パチパチー。はっ、させん。今日の議題は分かってると思うけど、昨日の一連のわけわかんない騒ぎのことよ。いや、サーレンナ様、あれはあくまでジョークってやつで。そうそう、何しろ昨日は4月の。やかましい。させん。一から思い出すわよ。昨日はまず初めからおかしかったわよね。学校終わって
さあ月も変わったし気持ち新たに江ノ島を大きくしてこうって日なのに。さて今日も基地に行きましょうか。あーうあんなアレナ様、今日はちょっと寄り道していかねえかい。どっか行きたいとこあるの？行きたいとこっつうか、まあな。そうだレニア、喫茶店行こうよ。喫茶店。喫茶店？何か食べたいものでもあるの？まあまあいいじゃねえの、おれおれ。おっ、ちょっ、引っ張らないでよ。とまあこの時点でもうちょっとおかしかったわよね、あんたたち。喫茶店行くくらいいいじゃん。行くのはいいわよ、行くこと自体は。ただ引っ張るなっつに。ちょっとティアラ。いいからいいから、ティアラもう持ち上げて運んじゃえ。おーし、来た。背中に乗ってくんな、レンナ様。いらないって。ちょあ、そーれ、わーっしょい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 。あらいわ。言われればついてくわよ、運ぶな。させん。それくらいいいし。街中を2メートルの女に抱っこされて歩いてみなさい。見られて見られて恥ずかしいったらなかったわ。まだ199センチだっての。でもあれで目立ってたから自分も合流できたっすよ。そうだアズサ、あんたあそこで合流してきて、まずなんつった？え、わーっしょい、わーっしょい。なんで参加した？いや、空気読んだつもりなんすけど。あれ楽しかったね。ねえ。バカ野郎。でもそこはまだいいのよ。あの後喫茶店に連れ込まれて、もう実は私この時点でなんとなく分かってたわ、あんたたちが私を基地に連れてきたくないんだってことは。さすがレンニャ、バカじゃないんだから分かるわよ。まあそれはいいとして、ティアラ、あんたの店に入った後の行動はおかしかったわよね。そうだっけ。思い出しなさい、喫茶店に入った後。うぅ、やっと落ち着けるっすね。あずさ、オレジュ頼んどいて。うい、席取りお願いしやっす。オッケー。ティアラ、こっちこっち。わーっしょい、わーっしょい。いつまでやってんだ。店の中までわっしょいわっしょい、恥ずかしいってレベルじゃないわよ。特攻服着てる客にも冷静だった店員さんが本気で怯えた顔してたじゃない。しかもあんたの身長でやるから天井にボコボコ当たってたんだからね。おお、すまねえ。それでその時あずさ、あんたなんて言った？レンナ様、あんま騒がないで。私じゃねえよ。私のどこに騒いでる要素があったのよ。人目が集まってたから。身長2メートルの女に天井にスタンピングされてる子がいれば人目だって集まるわよ。警察呼ばれなかったのが奇跡よ。すいません。199だって。そんでそん時花はなんて言った？レニアもオレジュでいいよね。普通か。繰り返し言うけど天井に頭ガンガンぶつけてる私に言うことか。だってレニアいつもオレジュだから。それはそうね、ありがとう。えへへ、露骨なひいき。まあとにかく無理やり喫茶店に連れ込まれて、こっちも何か企んでるらしいことはわかるから付き合ってあげたわ。あの店ケーキ美味しかったね。ええ、昨日のは当たりだったわね。俺っちにはちょっと物足りなかったっての。自分のやつ半分あげたじゃないすか。うんうん、楽しいひとときだったわ。でもその後何があったか、花行ってみなさい。え、もういいでしょ、そろそろ基地行きましょうよ。やっべ、花止めろっての。わあ、転んじゃったし。わあ、転んだ花ちゃん先輩の持ってた水がレンナ様にかかっちゃったっす。って、あずさが分かりやすく説明した通りのことが起こったわよね。うん、ちょっと強引すぎるけど私を基地から遠ざけようとしたらしいのは分かるわ。それはまだいいわよ。でもその後、こっちも滑ったっての。ダバダバダバー。ボボボボボボボ。おーいわ、一回で十分だろうが。なんであんたのも後に続いた。なんかノリで冷たかった。氷が服に入って死ぬかと思った。特に暑さ、あんたも普通にかけてたでしょ。させん、二人がやるから乗っとかないとって。そんでその後。何やってんだよレンナ様。水浴びにはまだ早いし。さっつ
水が湧くわ。人生で初めて本気で人の首締めようかと思ったわよ。いや、これ後で怒られるなと思ってよ。こっち3人いるし、勢いでレンニャのドジってことになるかなって。なんか間違えたかな。全然間違えてたわよ。まず人に水をかけるな、3人でかけるな、いじめだろうが、泣きそうだろうが、泣きそうだろうが。そんなボルテージ上げないで。そうだはずさ、あの時。すいません、雑巾ください。違うね、あずさ違うね。もらうならおしぼりだね。床を拭くのにおしぼりは使わないっしょ。だから、まず私を拭くだろうが。なんで床を優先した。でもまあ、ここまではギリいいわよ。問題はこの後。レンニャが濡れちゃったから、みんなで江ノ島の温泉入ろうってことになったんだよね。そう、みんなで私のホテルに行ったのよ。広い風呂は久しぶりだったっての。みんなで入るの楽しいっすよね。そう、みんなで到着して、そんで、はあ、あんたらが濡らしたんだから背中流しなさいよ。あよーレンナ様。さすがに悪いことしたしね。ささ、服をどうぞ。ええ、はい、それじゃあお客さんご案内でーす。あよー、お客様一丁。あいえい。なに、そや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 、どんが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 。はい、まずは湯船。まずは湯船。ちょっと、あんたら。そや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 、どんが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 。はい、次はお背中を流しします。はい、こちらへどうぞ。どうぞ。一人で行けるって、引っ張るの。そや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 、どんが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 。痛い痛い、叩いてる叩いてる。続いて髪洗います。あよー、そや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 、どんが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 。引っ張るの。さあ、最後にもっかい温まって、そいや。だから、はい、お客様お帰りでーす。ありがとうございました。ダメだこりゃ。コントグループか、トリナットかか。なんだったのよあれは。なんだったのよ。ちょっとサービス精神が暴走したし。そんなんでするか。でも、うち親がいた頃は毎日あんな感じだったぜ。え、マジ？それにレンナ様だってあの後。次、行ってみよう。ドリンなんとかか。行ったのはレンナ様っす。もう、わかってるわよ理由は。昨日は4月の1日でエイプリルフールだったから、ちょっとしたおふざけってとこでしょ。いや、でも限度ってものがあるでしょ。だからよ、こっちは昨日からなんかあんたらを怒らせるようなことしたんじゃないかって気になって、眠れなかったんだから。そんな怒らせるなんて。私に何か気に入らないことがあるならはっきり言いなさい。こっちだって気をつけるわよ。それでもどうしてもダメって言うなら、うん、別にいつまでも江ノ島にいてくれなくたって。ちょっと待って、もしもし、りょう、何？もしもし、遅いぞ、基地に来ないのか。いや、昨日一日会ったから準備は整ってるぞ。は？準備って何？だから昨日は4月1日で今日は2日、お前の誕生日だろ。パーティーの準備、乾たちに言われてやっておいたぞ。誕生日忘れてた。昨日一日かかったぞ、さっさと来い。ハナ、ティアラ、アズサ。遅くなったけど。誕生日おめでとうございます。パーティーの用意したんで、基地へどうぞ。
第3話湘南海物語。あら、ハセくんじゃありませんの。片瀬さん、どうも。今日はお世話になります。江ノ島水族館の臨時清掃アルバイトの募集、一人だけ応募があったのは聞いておりましたが、ハセくんでしたのね。うん、今月はちょっと金欠だね。って、一人なの？じゃあ今日やるっていう水族館の掃除、俺一人？いいえ、あしからず。片瀬グループの経営ですから、足りない分の補填は済ませてますわ。かくいう私も補填のために呼ばれましたし。そうなんだ。じゃあ今日はよろしく、片瀬さん。はい。あ、ちなみに愛は？愛さんは来てない。あ、そうだ、今日のことを愛さんには内緒にしてくれるかな。なぜ？金欠になった理由、ちょっと前にあった愛さんの誕生日資金ってのが大きくてさ、言うと気を使わせちゃうから。なるほど。いい彼氏ですこと。それで今日の仕事ですけれど。校長さん、アルバイトの方はいらっしゃいまして。あれ、げっ、よりによってこいつかよ。お嬢様？いえ、何でもありませんわ。もう書類見なかった仕事に限ってこれか。こっちの片瀬さんには苦労かけちゃいそうだね。本当よ、分かってると思うけど、校長の前ではヤンキー関連の話出さないでよね。分かってる。その代わり今日はそっちもヤンキーじゃないってことでよろしく。はいはい。さあ参りましょうか、校長さん、ハセさん。はい。うわあ、休日の水族館って新鮮かも。ライトアップがないと意外に暗いでしょう。そうだね、かなり静かだし、ちょっと怖いくらい。水槽のアクリル板とか水がないと透明度がかなり低いから、日光もなかなか取り込んでくれないのよね。昔はこれでよくかくれんぼしたわ。さらっと遊びのスケールがお嬢様だね。それで私たちの仕事ですが。校長さん、アルバイトの方どうぞ。あれ、花さんじゃないですか。ああ、ハセさん、その人は。そっか、片瀬さんがいるなら花さんもいるよね。今日は一緒に仕事なんですか？あの、初対面で女性の頭を撫でるのは失礼に当たりますが。花さんは相変わらず可愛いな。照れます。あれ、でもいつもより数センチほど頭の位置が高いような。花さん、背伸びた？ハセ君、そちらは花ちゃん様でなく、花ちゃん様のお母様です。え？花そっくりだけど3センチだけ背高いでしょ。田中さん、片瀬本家のメイド長よ。ハセ様でいらっしゃいますね。はじめまして。あ、どうも、失礼しました。20も年が下の子に頭を撫でられるのは微妙でしたが、不快ではなかったので今回は不問とします。以後お気をつけよ。あ、はい。湘南のお母さんはみんな若いな。それで早速仕事の説明なのですが、水槽に関わる作業は専門の業者が行いますので、アルバイト各員にはイルカショーのプールサイドと学習館の清掃、売店の整理をお願いします。まずは売店からね。私は品物傾向とか見てるから、校長さんとハセさんは並び替えをお願いするわ。了解。よろしくお願いいたします。ああ、びっくりした。そっくりな親子でらっしゃるから間違えるのは無理ございませんけど。もっと早く止めてよ、初対面の大人の頭撫でちゃったよ。あんた何されてもビビらないって思ってたけど、さすがにあの秘書じゃ慌てるのね。そりゃそうだよ。あ、売店ここだね。お休みの日は売店でも暗いですわね。では私は売り上げのリストと照合していきます。ハセさん、校長さん、確認をよろしく。うん、了解。ああ、でも暗くて見づらいですわね。照明を上げてもらってきますわ。
よろしくお願いします。はい。行った？まだ近い。行った？もういいよ。わあ、肩凝る。お嬢様も大変だね。途中で一回あんたのことあんたって呼んじゃったわね。危なかった。あっち気づいてなさそうだからいいんじゃない。お疲れ様です。もう、なんで胡蝶と一緒の時に限ってあんたが出てくるのよ。他のバイトなかったわけ？俺だって二人が来るなんて思ってなかったの。おとなしくティアラたちを呼べばよかったわ。そういえば一人も来てないんだね。いつもなら片瀬さんがいれば一緒にいるイメージなのに。この前私の誕生日だったんだけど、頑張ってくれたからしばらく雑用でただ働きさせる気にならないのよ。あ、そうか。片瀬さんも最近誕生日だったんだよね。おめでとう。どうも。ちなみに胡蝶も近いわよ。後でおめでとう言ってあげたら。そうなんだ。うん、そうする。あ、ってことは片瀬さんと片瀬さんってほぼ同じ時期に生まれてて、しかも親戚だけど学年が違うんだね。片瀬さんと片瀬さん似てるとこ多いし仲もいいもんね。片瀬さんはちょっと片瀬さんに遠慮してるけど、片瀬さんは片瀬さんのこと信用してるみたいだし。うわー、わかりにくい。うん、俺も言ってて混乱してきた。今日は片瀬さんのことをレンナさんって呼んでいい？ややこしくなりそうだし。好きにしたら。じゃあ今日はよろしく、レンナさん。ふん。お嬢様、ハセ君。お待たせいたしました。どう、ご苦労様です。胡蝶さん、証明は5分後にあげてくださるとのことです。そう、ではしばし待ちましょうか。じゃあその間お土産を見せてもらおう。水族館のお土産って面白いの多いよね。ええ、かわいいぬいぐるみもいっぱいですわ。これ好きだったな昔。今でも花の部屋にいっぱいあるけど。私も今でもいくつか持っておりますわ。胡蝶さんはこういうの好きなの？こ？ん？ああ、今日はレンナさんと片瀬さんが二人だからファーストネームで呼んじゃっていいかな。よろしいですけど、ちゃんと断ってくださいな。びっくりしましたわ。ごめん。それで胡蝶さん、こういうの好き？はい、こういうちっちゃいぬいぐるみ昔はよく集めてましたわ。そう、それじゃあレンナさん、休日だけどここにあるものって買えるかな？うん、帳簿ならここにあるけど買うの？このぬいぐるみ2つ。それで胡蝶さん、レンナさん、誕生日おめでとう。あら。ありがとうございます。遠慮なくいただきますわ。レンナさん？いや、そ、うん、しょうがないからもらってあげるわよ。別に欲しかったわけじゃないけどね。お嬢様？じゃなくて、ありがとうございます。第4話。ラブラブラブ。はいはい。どうも。あら、辻堂さん、今日はヒロバイトでいないわよ。あ、やっぱりいないんだ。参ったな。どうかした？うん、実はさ、ほら隣のばあちゃん、先週からちょっと遠出してるだろ。ええ、二代ばあちゃんと一緒に東北へお花見旅行ですってね。で、その間ラブの世話任されてるんだ。うちには連れてけないから餌だけってことで。でもラブがどこにもいなくて。なるほど、いつもの場所にいるかもと。おーい、ラブ。いつも通りヒロの部屋にいるわね。どうぞ上がって。どうも、お邪魔します。ラブ、ご飯持ってきたぞ。わーお、
ほんといつの間にか入り込んでるのよね。じゃあ好きなだけ遊んでていいわよ。私は部屋にいるから。はい。さてと。うわこいつ探させんじゃねえよ。今日はこれ、お気に入りの猫じゃらしも持ってきてやったぞ。お、早速目の色変えやがって。ほれほれ、こっちこっち。それ。かわいい。もう一回、もう一回。それ、今度は捕まえろよ。それ。それ、ストレ、何やってんだ腰声。なんか無意識に引き寄せられてた。ああ、猫じゃらしって子犬には普通に聞くもんな。で、てめえヒロシの部屋で何してる？今日はお日様はポッカポカだけど、春風が微妙に寒くてさ、外でお昼寝するのは辛い。あ、そう。じゃあまあここで寝てていいけど、邪魔すんの。眠気覚めちゃったよ。それより辻堂、今のもう一回もう一回。猫じゃらし？これはラブに持ってきたんだよ。ほーれラブ、こっちこっち。ほれほれ。邪魔だ！うるせえな。こっちも体が勝手に動いちゃうんだよ。なわけあるか。たく動物じゃあるまじ。マジなんだって。ちょっと貸してみろ。あ、ちょ、あれふり辻堂、この先っちょよーく見てろ。ごくごく当たり障りのない猫じゃらしだろうが。それ揺れてるぞ。ふよふよふよ。だからなんだよ。ラブは夢中になってるけど、こっちは別に。ふよ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 。別に。ふよ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 。ほらな。マジだ、いつの間にか体が動いてた。いや恐ろしいぜこの猫じゃらし。なんかこう催眠術的なパワーがある。信じたくないけど確かに。あはー、ごめんごめんラブ、お前のおもちゃなのに夢中になっちゃって。あ、取られた。ああラブごめんって。謝るから返しなさい、遊んであげるから。だからラブ、そんなに揺らすな。だからあのそんなに。あ、辻堂さん、そろそろお昼だけどご飯食べて。わわわわわわ。なんか猫じゃらしを加えたラブが獣2匹をもてあそんでたような。昼から酔っ払いすぎてるわね。ちょっと休んでこよう。続いては江ノ島にお住まいの片瀬蓮奈さんのトリビアです。世界的に見るとインスタント麺の主流はラーメンではなく焼きそば。こちらが検証の VTR です。世界中のインスタント麺を食べ歩いているカップ麺大学片瀬蓮奈教授に聞いてみた。インスタント麺の主流はラーメンではない？はい、実はスープ付きのインスタントラーメンは限られた地域でしか売られていません。どういうことなのか。アジア以外の地域には麺をすするという習慣がないため、スープ付きのラーメンは好まれないのです。なるほど。そのため世界で主流となっているインスタント麺は
麺だけを湯がいてから調味料と混ぜてそのまま食べる、日本でいうカップ焼きそばの方式が多いのです。てなわけで、今日のお昼は世界中から取り寄せたスープなしで食べるタイプのインスタント袋麺よ。調理具はあるし、みんなで作りましょう。うん。青い空、白い雲、目の前に広がる相模湾、絶好のロケーションよね。あ、ねえねえ、今日は富士山も見えてない？だね。ところでレンナさん、お昼ご飯の話はよろしいのですが、それまでにこのイルカショーのプールサイド清掃済ませてしまいませんと。さっきからはかどってないよ。はいはい。疲れちゃうのはわかるけどね。このプールサイドも嫌がらせみたいに広くて。プール内はいいと聞いたので楽かと思いましたが、3人ですとやはり広すぎますわね。屋外で隣が砂浜だから砂ぼこりをもろにかぶるのよ。ああ疲れた。まったくだわ。たくめんどくさい。お嬢様、お疲れでしたら休んでいらして結構ですわよ。いえ大丈夫ですわ。そう、お嬢様は頑張り屋ですから心配ですが、ご本人がおっしゃるなら。本家の品格ってやつも大変だね。黙ってろ。はい。あ、どうって、どうって綺麗にしましょうね。ですわね。これはこれで貴重な体験ではあるけどね。ここいつもならアシカとかが芸をやってるとこだよね。ええ、湘南随一の芸達者にして花を食べようと狙ってるので有名なアゴヒゲアザラシ、ヒゲロウくんオンステージの舞台よ。小学生の頃よく見に行ったよ。このボールだっけ、投げると頭でキャッチするんだよね。そうそう、私も昔なんとか顔の上に乗らないかって練習したくらい。ヘイレンナさん、パス。あっと、おい乗った。おう、何やらせんのよ。いや、まさか顔で受けるとは。そしてまさか落とさずキャッチできるとは、ある意味さすがお嬢様ですわ。胡蝶さんがいると怒られても痛い思いしないからいいな。もういい、水持ってくる。よろしく。さて、俺たちもそろそろ仕上げだね。はい。どうかした？いいえ、ただ今日のお嬢様は随分と表情が豊かでらっしゃるから。ああ抑えきれない分は出てるかな。愛もですが、ハセ君の周りですと皆さん不思議な一面を見せてくださいますわね。かな。水持ってきたわよ。オッケー、それじゃあ仕上げようか。ええ、胡蝶さん、もう流すだけだから田中さんを呼んできてくださる？はい。さてと。うん、ささっと仕上げて。あ、ごめん、手が滑ったわ。校長さんがいなくなったらこう来ると思ったよ。まだ結構寒いのに。喫茶店で氷水ぶっかけられるよりマシでしょ。早く仕上げようよ、お腹空いたし。そうね、この後はお楽しみのズルズルタイムよ。各国のインスタント麺楽しみにしてるよ。期待しなさい、この私が厳選して集めた珍しくて美味しいのばっかりよ。マレーシアのココナッツカレー味とかね、インドのやつはライムレモンが隠し味になってたり、ブラジルの、おお、そうそう、トリビア。水こっちお願い。トリビア。かけないでよ。トリビア。はいはい、片瀬レンナさんからのトリビアです。ブラジルではね、インスタント麺のことを通称で明星っていうのよ。へえ、メーカーの名前そのままなんだ。面白いでしょ。そうだね。で、水お願い。感動が薄いわね。どうも。何笑ってるのよ。いや、ごめん、たださ、俺とレンナさんってこうして喋ってると普通に楽しいよね。普段はほら
あれなのに。まあ、あんたみたいに箸にも棒にもかからないようなやつ、辻堂絡みでなく敵視するほどこっちも暇じゃないし。何よりだよ。まあでも、私が不良やってなきゃもうちょっと別の出会い方もあったかもね。だね。その場合はいつが初対面だったんだろう。あれじゃない、お宅のお父さんが片瀬家に土地を借りるからって会いに来て。そっか。その前がなければレンナさんお嬢様モードで接してくれただろうから平和だっただろうね。ええ、少なくとも3階のあれがなければよかったのに。3階の、ああ、レンナさんが俺をさらって。ええ、その後レンナさんが溺れちゃって、うん、ああ、そっか、不良やってなければあれもなかったのか。うっさい、変なことを思い出すな。ごめんごめん。あんた、ずいぶん経つけど誰にも言ってないでしょうね。あの、溺れて、その後その人工呼吸とか、あの、言ってないって。キスのこともあれのことも。あれ言うな。あとキスじゃなくて人工呼吸。あ、はいはい。たく、人生最大の不覚だわ。あんな状況で初めて、それにあんな、あんな。まあまあ、どっちも事故みたいなもので。うっさいうっさい。わー、思い出したらムカムカしてきた。やっぱ不良やってようがなんだろうが、あんたは敵よ。なあ、分かったから暴れないで。プールサイドは滑りやすいよ。うっさい。特にこのプールイルカ用だから落ちたりしたら。うっさいうっさい。っあ、すごく深いから危ないよ。はいはい。死ぬかと思った。結局二人ともびしょびしょ。お昼ご飯の前に着替えないと。あんたが変なこと言うから。先に思い出したのは君なのに。笑うな。ごめん。でもさ、さっきのはちょっと撤回かな。何が？レンナさんが不良やってなきゃ別の出会い方があったっていうの。君が不良やっててもやってなくても、俺たちきっとこうして仲良くなれたよ。仲良くねえっつの、この。ちょっと。それだけ濡れてりゃ同じでしょ。ほらほらほら。もう。悔しかったら反撃したら。もうこっちは当然逃げさせて。あ、また落ちた。わー、汗。はいはい。お嬢様、ハセ君、掃除は終わりまして。あら、あら、なあと、レンナさん、暴れないで。だって、足がつかない。連れてくから、捕まっててね。お嬢様。ほんと、珍しいですわ。6話、総裁店の恐怖。キャー、なんか面白いことでもねえもんかね。レンニャが忙しそうだからしょうがねえし。なんで俺まで付き合うんだ。いいじゃないっすか、たまには仲良しグループでモール巡りとか女子らしいイベントしときましょうよ。はいはい。そんでどこ行くんだい。あたし服見たいし。おー、いいね。俺っちも久しぶりにおしゃれしたいっての。あ、お二人のサイズがある服やすか。
難問っすね。どこでもいいからさっさと決めてくれ。そうだな。じゃあ、先輩、こっちこっち。おーい先輩。あれ、乾さん、あと皆さんも。あ、奇遇だね。おお、お前さんも買い出しかい。はい、バイト代が入ったんで今日は使いに。ウィッス。どうも花さん。花さんですよね。花子だけど。ならよかった。なで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 。にゃー、なでるにゃー。先輩先輩、アズもなでて。どうして？なんで急に賢者になるんすか。今日は先輩にめっちゃ甘えたい気分なの。どうしたのさ。あ、レンナさんに渡しておいたキーホルダー届いた？はい。何の話だい？この前水族館のアルバイトでレンナさんと一緒したんだけど、乾さんも4月の3日だっけ、誕生日だったって聞いてプレゼントってことで。まあ好みがわからなかったから当たり障りのないキーホルダーになったけど。あれのおかげでね、今アズ内では先輩の好感度マックスなの。そう、喜んでくれたのは嬉しいけど。なあ、抱きつくのはちょっと。誕生日かい、羨ましいっての。俺っち10月だから遠いぜ。その頃になったらお祝いしますよ。私は5月5日ね。知ってます。すでに愛さんと合同で可愛い花さんをさらに可愛くする作戦進行中ですよ。お、嫌な予感。それで先輩、今日は何を？またプレゼントを選んでるんだ。服かアクセサリーか、まだ未定なんだけど。辻堂先輩から数えて続けざますね。まあね、固まってるみたい。バイトしたからお金はいいんだけど、そっちばっか考えてたから何をあげるか決めてなくてさ。どうしよう、女の子が喜ぶもの。なるほど。じゃあうちら今暇ですし付き合いましょっか、そのプレゼント探し。そうさな、ちょうどやることもなかったし。しししし、面白そうだし。いいんですか？助かります。おい、俺は行かないぞ。なんで？なんでって、っていうか君は危険だから江ノ島には近づくな。プレゼントなら一人で選べばだな。で、誰のプレゼントなの？俺の幼馴染でよい子さんって人です。うが、もうじき誕生日でして、いつもお世話になっているのでせめてもの気持ちにと。一人じゃ選ぶ自信ないけど、危険ならやっぱり一人の方がいいのかな。りょう、どうかしたかい？なんでもない。俺も言ってやる。ちょっとは役に立つだろ。どうしたし急に。うるせえな。守ってあげないと。よくわからないけど、ありがとうございます。おし、じゃあ暇つぶしがてら、ハセのダチのプレゼント探し行くとすっかい。はい。それでその人どんなのが喜びそうとかあります？そこからわからないんだよね。何でも喜んでくれるから。気持ちが大事だもの。はい。何でもない。それじゃあ目星もつかねえっての。多分気持ちが大事とかいうタイプだよね。あー、一番めんどくさいやつっすね。皆さん女の子同士で年も近いから流行りとかわからないかな。皆さんが今欲しいものは？身長、活動、お小遣い。りょうさんはどうです？安物でいいと思うぞ。やっぱり気持ちが大事だ。そういうのはもらう人が言うことで、こっちが言っちゃダメっしょ。そうだな、俺が間違ってる。ある程度は様になるものを送りたいって面もあるんですよ。そんな気にしなくても。いつもすごくお世話になってて、感謝してもしたりないような、俺にとってすごく大切な人なんです。なんで頭を撫でるんです？ゴミがついてたんだ。幼馴染ならシンプルに服なんてどうすか？困るもんじゃないし形になるし、といってアクセほど重くないし。ちょうどモールに来てんだからちょうどいいっての。そうだな、選ぶのが大変そうだけどいいかも。おし、決まりと。早速だけどこの店行きましょう。ここいろんな種類揃ってるんでおすすめっす。
ここ？ここ俺っちが切れるの少ないぜ。わかってます。だからいいんです。ほらほら先輩。うん。そんで、その人のパーソナルデータってどんな感じですか？そうだな。背は俺と同じくらいで、女の人では結構高い方。痩せ型で、髪はかなり長い、いじってないストレート。顔は可愛い系より綺麗系かな。まあ本人がほわっとした感じの人だから可愛い系も似合いそうだけど。へー、理想的なモデル体型ってやつっすかね。そうだね。おしゃれを覚えたら芸能事務所がほっとかないくらいだと思う。りょう、マスクの下ニヤニヤしてる？別に。うわぁ、このワンピ可愛いじゃねえの。試着試着。背高いと限られちゃうな。その人普段はどんなの着てます？おしゃれは全然しない。いつも無地のシャツにジーパンって感じ。うわぁ、女子力足りなそう。動きやすいのが好きなんだよ。でもぶっちゃけ芋臭いとか思ってません？そこまでは。ってことは多少は思ってると。ん？りょう、マスクの下ムカついてる？別に。なあ、花、試着で破いた服ってやっぱり買い取りだよな。そういうタイプならデザイン重視。タイトなデザインってどうすかね？抵抗ありそうです？わかんない。ジーンズ好きそうだからないと思うけど。じゃあピッチリ系も OK かな。あ、おっぱいはどのくらい？ないね。小学6年で成長が止まった。ないった。何するんですか、りょうさん。手が滑った。よし、じゃあこのプレゼントの服はこの系統に決まりっす。あ、すごい、確かに良い子さんに似合いそう。いいかも。レンヤとあずさはこういうとこセンスいいし。たまには俺っちのも選んでくれよ。選べるほど選択肢がありゃ選びますよ。んで残るは色なんすけど、黒のストレートヘアに似合う色ってどんなのかな。ピンとこない。乾さんは色抜いてるもんね。あー、こういう時本人がいないって不便なんだよな。色は本人に試着してもらえや一発だけど、想像だけだと急にやりにくくなる。呼んでくるかい？できればプレゼントはサプライズにしたいですね。ごめんなさい。本人じゃなくてもよく似た体型の人がいれば、あずさならわかるんじゃない？わかるけど難しいっしょ。黒髪のロングで背が170あって、痩せ型の女ねえ。オッケーよ、試着室こっちだっての。俺が条件ぴったりだし。いや、でも本人とは違うわけだから。完璧っすよ。もう先輩の言ってる人と同一人物じゃねえのって勢いじゃないですか。はあ、同一人物なわけねえだろ。違うし、全然違うし。俺はそいつと似てもいないし、全然別人だし。りょうさん。はい。お願いします。俺のすごく大事な人のことなんです。協力してください。やった。じゃあ早速お願いします。なんでこんなことに。まあある意味ものすごく理にかなってはいるんだが、着替えたぞ。ういっす。そんじゃオープン。どうだ。いや、マスク取ってくれないと判別できねえっすよ。取れるか。これは俺のそのポリシーだ。そう言われると弱いですね。マスクありでも服の判別くらいつくんじゃない？ダメ、今髪とのバランス取ってるんすから、首から上は全部見せてくれなきゃ。バランスね、おしゃれは難しいっての。ここまでやったんだから自分だってこだわりたいもん。ほら、ちょっとくらいいいじゃないすか。絶対に嫌だ。まあ、乾さん、嫌がってる人にそんな。まだ無理やりでも取っちゃう。取りゃ！この、やめろこれ！おっと、自分のスピードを避けるとはやるっすね。
でも、まあこの場合はあずさに味方すべきだな。りょうもちょっとくらい協力するし。な、待て、こっち来るな。み、皆さん、そんな乱暴なことは。かかれー。あーんだりゃー。ちょっと待った。俺っちがこうして試着室の前に立ってりゃ中は覗けねえっての。下から覗くやつがいたら私がやっつけるし、さらにカーテンも閉めちゃえばね。見るのは自分だけっすよ。ものすごい平和的な方法なのね。自分一人くらいになら見られてもいいっしょね、もう分かった分かった、乾だけだぞ。ウィッス。焦ったけど危ないことにならなきゃいっか。ありがとう乾さん、この服ならきっと喜んでくれるよ。ウィッス。一条さんに花さんも協力してくれてありがとうございます。助かりました。おう、何もした覚えねえけどよ。しししまた困ったことがあれば言うし。はい、花さんには来月にお礼も兼ねてお祝いしますから、お楽しみに。それはいいし。それでりょうさん、ありがとうございました。迷惑でしたよね。ああ、すんごい迷惑だったすいません。じゃあ皆さん、また。ういっす、バイバイ先輩。うん、俺ももう帰る。じゃあな。あれ、行っちゃうし。リョウもまだな。やれやれ。あれ、リョウさんも帰りですか。ああ、ま、君とは別方向だが。そうですか、じゃあ出口まで。ああ、それいつプレゼントするとかあるのか。はい、もうこの後すぐに。当日がベストだけど、会えるかわからないので。そうか、じゃあ俺もまっすぐ帰らないと。はい。なんでもない。ほんと、りょうさん、さっきは本当にすいませんでした。流れとはいえ、俺のせいでマスク取ることになっちゃって。別に君のせいじゃない、正直勘弁してほしかったが。すいません。悪いと思うなら何度も言うが、もうあまり不良に近づくな。俺たちを見ても寄ってくるんじゃねえ。すいません、なんか運命的なものに操られてまして。たく何を笑ってる。いえ、ただ涼さんの正体って良い子なのかなって。あ、いや、何を。子って言い方は失礼ですね。涼さんの正体っていい人なのかなって。ああ、ってバカか、この俺がいい人なわけねえだろ。でも愛さんも言ってますよ、りょうさんはいい人だって。今湘南にいる子さんのヤンキーの中でもかなりいい感じの人だって。そうですか、良い子さんですか。だ、じゃあ俺はここで。りょうさん、今日は本当ありがとうございました。ああ、またな。心臓に悪い。まだ終わってないか、先回りしておかないと。ほんと手がかかるんだから。おまけ。昨日から顔緩みっぱなしね、アイ。ん？だってさ、昨日はもう最高の誕生日だったんだもん。ひろしくんだいぶ頑張ってたものね。資金的にもかなり無理したから、今度水族館のバイト入れるそうよ。ああ、やっぱ無理させてたか。まあいいや、その分9月のあいつの誕生日には倍返ししてやろう。
幸せそうで何よりだわ。そうだ母さん、この指輪のサイズ母さんがヒロシに教えたんだよね。ええ、ちょっと前に連絡もらってね。でも母さんにしろよく私の指のサイズなんて分かったね。ちょっと前に私の指輪の整理手伝ってもらって、その時どのサイズが合うか試してみたじゃない。あれそういう目的だったんだ。変だと思った。かつては湘南最強の腕と同時に湘南最高の頭脳を持つと恐れられた私の作詞っぷりもまだまだ捨てたもんじゃないわね。なんか無理やりはめろ、ほらはめろって怖かったから気にはなってたけど、まあ、そういうことか。愛じゃなきゃバレてたわね。ごめんひろし君。それで測ったわけ？ええ、私の人差し指にちょうどのが薬指にぴったりだったでしょ。それでジュエリーショップまで一緒して買いに行ったのも二人なんだ。ええ、愛に先駆けてデートしちゃったってとこかしら。こんな感じです。ポワポワポワ。遅れました。いえいえ、こっちも今来たところよ。今日はお時間いただいてありがとうございます。それであの愛さんのサイズは測ってあるわ。さ、買いに行きましょうか。はい、あそこの店です。あら、本格的なお店じゃない。あそこだと結構お値段いっちゃうんじゃない？もちろん大したのはまだ買えませんけど、一応小遣い3ヶ月分貯めてきましたので。うちの子はほんといい彼氏をつかんだわね。どうもです。にしても、いい天気。こんないい天気の日に男と二人で出歩くなんて久しぶりだわ。そうなんですか？主人があんまり家にいなくてね。久しぶりのデートみたいなものだから、せいぜい私のことも楽しませてちょうだいな。デートですか？いいじゃない、息子とデート、何もおかしくないでしょ。ちょっと照れますけど。じゃあ目一杯エスコートさせていただきます。よろしく。そうだ、どうせだからこんなこともしちゃおっか。え、ちょ、お母さん。デートなんだから腕を組むくらいいいじゃない。いや、まあ、こうしてると普通に同じ年頃の男女に見えるかしら。見えるかしら。あ、はい、見えると思います。よろしい。指輪買う店は、あれ、ちょっと混んでない？ああ、時間が悪かったかも。ご入店のお客様30分待ちですって。こういう店は防犯上一度にたくさんのお客さんは入れてくれませんからね。30分ならそこら辺ブラブラして潰せばいいわ。あ、名前だけ書いておくわね。はい、お願いします。辻井堂2名、ご用名はアクセサリーと。出してくるわね。はい。はあ、お帰りなさい。どうかしました？いやうん、腕組んでたのが中から見えてたみたいね。指輪担当の人をお願いしたら、婚約指輪ですかだって。完全に私とヒロシ君のことそういうのだと思われてたわ。ああ一応買うのはカップルの代物だから否定もできないし、と言って私用じゃないって説明するのも面倒だしで困ったわ。さっきも言った通り、お母さんお若いですからね。いや、自分で言うのはいいけど、第三者にそう見られたって思うと急に恥ずかしいわね、こういうの。まあまあまあいいか。今日は私一日ヒロシ君の婚約者ってことで。うわ、あの、また腕組むんですか？いいじゃない。さあ30分デートよ、エスコートしてちょうだい、ダーリン。困ったな。ほら行きましょ。はい。約束通りエスコートしますよ、マイハニー。え、いうわけで誠さんは娘の彼氏と楽しいデートを満喫しましたとさ。ポワポワポワ。回想終わり。あれ、
焼きもち焼くと思ったのに意外と冷静ね。まあね、全部信じたら 2,3 ムカつく点はあったかな。で、今日は私の誕生日の翌日、つまり4月1日だけど、どこまで本当でどこまで嘘なわけ？さーて、どこかしら。